曲が私の曲、君たす僕って曲なんですけど、ちょっと不思議な曲で円周率を唱えますね、歌なんですね。なんでみんな中学校ぶりの円周率を頭に思い浮かべながらあの歌聴いてくれると嬉しいです。じゃあ手拍子もう一回もらおうかな。ありがとう。よろしくお願いします。おお、声出ちゃうの？そうやってすっごいね。じゃあちょっとこんばんはって言ったらみんなこんばんはって言ってくれるタイプかな。これ外だけどいけるかな。みんなこんばんは。うわー、みんなかわいい、ありがとう。漢字の絹と書いてソワと言います。私ね、ぜひとも覚えて帰ってくださると嬉しいです。あの愛知県出身のシンガーソングライターで、今日はあれですね、あの TikTok の、イベントでこう勝ち上がってこう特別賞みたいな賞をもらってここに立たせてもらっているんですけど、ありがとう。はい、皆様のおかげでありがとう。なんでね、ああ私がいるわ、すごい。あそこもこちらいるし、あの田舎者が出てますけれども、皆さんよかったらね一緒に楽しんでくださると嬉しいです。今日はですね、私一人じゃなくて、あのピアノのね、岩村美咲を迎えてライブをしたいと思っております。拍手。彼女はですね、私が10代の頃から友達でね、一緒にライブしたりとかしてて、ね、あの仲がいいんですけれども、今日はね美咲の超素敵な音色を聞きながら私の歌も一緒に聴いてくれると嬉しいでございます。続いての曲はこうピアノオンリーでね歌っていきたいと思ってるんですけれども、思いという曲を次は歌いたいと思っています。思いっていう曲はなんか私ね、あんまりなんかこうやって生きてきて
うまくいかないことが多いんです。私、みんなもそう？そうだよね。おお、きれい、恋が。そうだよね、うまくいかないことあるよね。なんかさ、仕事とかでもさ、いいよし頑張るぞって今日気合い入れてる日に限ってうまくいかなかったり、いろいろあるよね。そう、なんかそういう時に寝る前にこう、なんか今日こんなことあったな、あれなんかこれちゃんとした方が良かったなとか反省会をするんです。そして自分をこう背中を押してあげたいなとこう思いながら日々過ごしてるんですけど、そんな歌を作ったので、思いという曲をね聴いてもらえたらと思います。3曲続けて歌うので、よかったら聴いていってください。それでは思い。
と少しでいいかな。
お水こっそり飲んだんだけどバレてた？バレてたね。ほんで入りの場所間違えたわ。危ない危ない、みんなには多分バレてなかったはずだね。えバレてないよね。さあということでね、あの3曲聴いてもらいました。ありがとうございました。はい、先ほどもね言ったんですけれども、私あのここに立ててるのは TikTok の、 あのイベントフライデーミュージックショーっていうねイベントに、出まして、こう約2ヶ月間にわたるこう、歌のね、投票とかいろいろ あるんですけれども、それでこう勝ち上がっていって、決勝戦ねすごいんですよ。あそこのあっち側にあるあの新宿のゼップで歌わせてもらったんですけれども、そこであの特別賞という賞をもらってここに立たせてもらってます。そう、そのみんなのねあのおかげで、今日初めての方も多分いらっしゃると思うんですけれども、そのみんなのおかげでここに立てているし、そのみんなのおかげで新しい皆さんにも出会えています。本当にありがとうございます。あ、配信のみんなとか言いたいんだけど、どこからやってんのかな。配信のみんな、あ、配信のみんなありがとう。はい、で、そのね決勝で歌った曲をちょっと今からね歌いたいなと思っているんですけど、ちょっとバラードが続きますけど、ちょっとこの強風に揺られながら聴いてくれると嬉しいです。君の好きなところという曲、聴いてください。
ありがとうございます。君の好きなところでした。ありがとうございます。この曲はそのねフライデーミュージックショーで歌った曲で、次の曲もフライデーミュージックショーで歌った曲なんですけど、ちょっとねしっとり聴く曲がなんだかね結構続いたから、そろそろみんななんか元気にちょっと声とか出したいかなと思ってね。えおおみんな道端だよ、すごいね、みんなすごいですわ。この後はつながれハッピーという曲あります。みんなのそうそういうこと、みんなの声とみんなのこういうね動きね、こういうので完成する曲ですから、みんなやっぱりさ嫌なことあったりこう悲しくなったりすることあると思う。私もいっぱいある、うまくいかない。15歳の頃から音楽をずっと続けてるんですけど、あうまくいくかなと思ったらうまくいかない、あいけるかな、ダメだった、これをずっと繰り返して今の私がいるんですけれど、でもそんな悲しいこととか全部含めて全部つなげて全部ハッピーにしちゃえっていう気持ちでいつも過ごしています。なのでこのつながれハッピーという曲でみんな元気になったらいいなと思って今日は持ってきました。まあちょっとねみんなのねどんな感じでね声が出るかわかんないけどね、一回ちょっとこんな感じだよっていうのをサビでみんなやってもらうから、まず見せますからちょっとみんな見といてください。Thank you.
みんなと今日は夏じゃん今日は夏じゃんあのなんかみんなのなんか今年の夏の思い出になんか私のこのライブがちょっとでも入ってたら嬉しいなと思って夏の、歌をね持ってきました。なんか私全部オリジナルソングだからさ、なんだよこの曲ってあるかもしれないんだけど、あの検索したら出てくるし、あの後であのそこのなんかスタバの前で物販やれるみたいだから、そこで今日あの歌ったセットリストの紙とか持ってるから、ぜひねよかったらあの終わった後物販遊び来てください。最後にね、あの夏の音というね私のオリジナルソングで終われたらと思います。これはちょっと元気な曲だからね、最後くらいねパチパチどんどんイエイイエイして終われたらと思いますよ。じゃあみんな今日はね聞いてくれてありがとうございました。ソワの夏の音で最後締めたいと思います。聞いてください。どうしても忘れられない日が
時間大丈夫でした？あ、よしよしよし。この後も続くからみんな8時からね、またありますから、あのみんな楽しんでてくれたら嬉しい。あ、私じゃないけどね、下北さんが次ありますから楽しんでくれると嬉しいです。みんなありがとうございました。みさきにも拍手。ほんで、あ、そう、なんかあっちで物販できるらしいから、あっちで物販、よかったら来てください。ありがとう、バイバーイ。